おだす。いや、なんか変な顔してるぞ。今日は気合が入ってますよ。あ、そういうことなんですね。はい。なぜ気合が入ってるかと言いますと、はい、もう1年経ちますから、はい、こちらね、覚えてますか？もちろんですよ、はい、このバブちゃんともう1年、はい、我々は付き合ってるんですよ、はい、ですから、はい、初めこいつをいじり始めた時は、はい、壁もね、はい、杉本ウッドになってなかった。いや、違いましたね、はい、それが今や、はい、もうこんなおしゃれね、え、もう本当にいろんなものの配置、棚なども変わっておりますけどね。そうです。そしてこいつもガラッと変わったわけですけど、はい、本当ですよ、はい、もうね、はい、今日、はい、おそらく、はい、外装全部乗っかって、はい、エンジンが9番うわ楽しみだな、まで行くんじゃないかと思っております、はい、今は、お昼前の11時50分、はい、今日中に終わるでしょうかということなんですけど、楽しみですね。今日の作業内容はですね、はい、まずスロットルワイヤー、はい、ここついてません、はい、これ今ロングワイヤーね、はい、今日来ております、はい、そして何と言っても、はい、このキャブちゃんがね、ね、そうっすよね。でこれはもともとついてたのがすっげえ、やっぱもう腐食がすごくて、はい、ウェットブラストをかけたんですけど、はい、まあもうスチール部分とかもサビサビなんで、はい、おこれはこれバブちゃんのね、はい、2班のキャブ、はい、とりあえずあるんで、はい、これを、はい、とりあえず取り付けて、あ、そういうことなんですね、はい、はい、もうエンジンをかかるようにしちゃおうと、はい、そういうわけでございます。楽しみですね、はい、でもう外装もね、はい、上がってきてるんで、はい、もう今日は、はい、もう本当にもう終わりにしちゃいますから組み上げてエンジンかけるとこまで、そうです、はい、やりますよ今日。楽しみです、はい、とうとうこいつがまた息を吹き返すというかね。いやー、はい、そうですよ、キキちゃん、 あんな、はい、土に帰りそうだったやつが本当ですよ、ここまでなったんですよ。いや、もうあのままね、死んでても何もおかしくないぐらいだったんでね。そうなんですよ。いや、まあ、あれだけボロボロだったんで、もうこれはね、どういじっても許されるやつでしょう。いや、本当ですよ。また動くようになったということをね、何よりも大事に。そして、はい、今年の夏は、はい、これで菊ちゃんがブイブイ。いやいや、大体なんか作り上げたの俺に乗らそうとすんだよな。あ、ついたわ。はい。来ましたね、これは。はい、菊ちゃん、はい、やっぱりこの2人の作業っていうのは、はい、大変なんですよ。いや、できないですね。はい、というわけで、はい、もうこれで、はい、もう完全に全ての作業が、はい、とりあえずエンジンが始動するまでに関してはもう全部終わりまして、はい、キャップをつけて、はい、だからここで、はい、調子が悪ければ、はい、また、はい、作業を始めなくちゃいけない、はい、何が原因なのかも見なきゃいけない。調子良ければバッチリってことですね。じゃあ、そうです、うん、外装だったりブレーキだったりはあとやればいいと。そうです、これからそれをやっていくと、はい、どうだろうな、本当な。まずここでガソリンがドバドバドバって漏れてきたら終わりだから。おー、ね、ここはフローしてない、してないですけどね。これなんか濡れてきてるような感じはなさそう。はい、そしたら、はい、外でエンジンかけたいな。激アツなんでね、また外が。外汚いな。換気しなくちゃいけない。
外もともとね行っちゃった方が、あと贅沢ですか。はい。いやー横に結果全然映像撮れてない。マジですげえ大変。やっぱ一人で作業して一人が撮っては無理なぐらいやっぱ大変でしたね。そうですよ。なぜかそういうことになってるというと、はい、あの野郎が、はい、あれあらケントボーイですね。あの野郎が、はい、編集が間に合わなくて結局、ね、はい、来たはいいけど、はい、ずっと編集してるんですよ。なるほど。だから俺と菊ちゃんがずっと整理し作業しちゃってね、はい、もうようやく終わった時には、はい、もう何の何をちょっと今日やったのかを改めてちょっとね、はい、まあね結果、はい、ほとんど形になって、はい、何ができるもキャリパンのムラ、はいはいはい、バラしていいですね、色塗ったんですけど、はい、結局このキャリパーのね、はい、ピストンシールなんかは、はい、在庫があったんですけど、はい、ちょっとね一部オーリングとかの部品がなかったんで、はい、キャリパーが組めなくなったんですよ。ほうほうほう。こういうシールね、ああ、いろいろねあるんですね。まあでもキャブはじゃあついてとですね。そうです。キャブつきました。はい、でワイヤー、アクセルワイヤーとか。アクセルワイヤーも、はい、まあロング10センチロングにしたんで、はい、まあ本当は俺もっと長い、ね、はい、ハンドルつけたいなと思ったんで、あ、まあ10センチロング、はいはい、しました。はい、それでヨーロッピアンウィンカー前後、はい、つけまして、はい、そしてここね FRP でね、はい、つけたら。はい、動かすとね、バタ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 ン、バタバタバタンってなるんで、はい、ここに補強を入れてね。ああ、ね、そういうちょっと細かいところをね。で、ここにスポンジ入れてね、はい、傷つかないようにね、はい、一応して、はい、で、マービングもね、はい、いやー、綺麗につきましたよね。つきまして。綺麗に。かっこいいですね。これね、ほんとね、俺ね、はい、マービングって、はい、思い入れがあって、はい、俺がね17ぐらいの時かな、はい、スーパーホーク乗ってた先輩の、はい、バブに、はい、このねマービングついてた、はい、左足が、はい、それで、はい、当時、ま、地元から、はい、相模原まで、はい、一人で、はい、バブ乗ってほう夜なら行きましたよ。へえ、いい音したなぁ、バーッバーッ、本当に言ってたよ。だから俺はねちょっと今回、はい、バグをねあの作るにあたって、はい、どうしてもね、はい、もうマービンを入れたかったんです。ほう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 。いやーもう本当に完成間近っていう。そうです。でまぁ、あ、ちょっとねまだ電装チェックとか何もしてないんで、はい、まずは、はい、ウインカーとかライトとか、はい、そこら辺に問題がないか、あ、そうですね、見ていきましょう。まあセルとかも回ってたんで大丈夫なはずだけどってこと改めて。そうです、そうです、はい、とりあえずはいオン、はい、ね、オンで、そこまではさっきできましたから、はい、もちろんオン、ちゃんとついてますね、はい、で、ライト、はい、はいはい、あ、ついてますね、オン、はい、オン、オフ、オン、はい、ロー、はい、ローですね。はい、ウィンカー、ウィンカー、あれ、あれ、オン、オン、オン、しますね。あ、ついてますね。はい。はい、あ、ちゃんと。弱い。弱い。ブレーキ。はい。おお、はい。はい、つきます。はい。ポジションも。はい、つきます。はい、はい、ついてますね。はい。まあ、ちょっと一回エンジンかけてみましょうか。はい、はい、はい。ね。って言っても、だから昼前から始めたわけじゃないですか。いやー、そすげえ時間かかって。ね。外装は結果いかなかったですもんね。うわー、でもなんかやっぱり改めて。綺麗に仕上がりましたね。さっきね、はい、練習中の、はい、これをバラしてるところの動画を見たんだけど、はい、よくここまでできたなと。確かに我ながら改めて最初のこのバブの状態を見ると、いや正直さ、はい、もうこんだけ旧車が流行って何年も経ったら、はい、もうああいうバブって多分出てこないと思う。ああ、そうですね。だから俺多分これ以上のバブをレストアすることもないんじゃない。はいはいはい、いきますね。はい、おっ、来たね、来ましたね。おお、
り出しなんでね、こっち側から。良さそうですか。エンジン。はい。すっげー静かだよ。あ、確かにね。ああ。なんかこう異音というか全くない。ジャラジャラ音も一切、カチカチ音も、はい、一切ない。ほうほう。カペット音とかさ、はい、カムチェーンが伸びた音とかさ、はい、あってもおかしくないけど、はあはあ、そういういらない金属音はないね。なし。めっちゃエンジン。マフラーも綺麗についていいですね。はい。めちゃめちゃバブバブ言ってんじゃん。ね、いいですね、なんかね。これさ、はい、めちゃくちゃ調子よくない？調子よさそうですね。ね、止まらないですもんね。あのアクセルの付きもいい。へえー、あ、そうですか。あ、ほんと反応がいい。ほうほうほう。ほぼ仕上がってエンジンもしっかり外装をつけて、はい、終わりだね。いやー、いよいよだから次は、はい、ホンダの、はい、もう純正エンブレムもないんで、はい、それ系のエンブレムを探して、はい、もう登録しちゃいますから、ね、はいはい。で、はい、外装をつけると同時に、はい、指導、あの試乗動画。そうか、もう250ですからね、車検じゃないですもんね。そうなんですよ、はい。試乗までしちゃおうかな、はい、次はちょっと楽しみですね。じゃあいよいよ行動デビューできるようになる、はい、これはもうめちゃくちゃ調子いいです、はい、というわけで、はい、もうバブも終盤でございます、はいはい、ちょっとね、ぜひ途中からの方、いかにこのバブがすごかったのかっていうのをね、見てほしいですね。広かったね。よかったです。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ちくちゃん、はい、お疲れ様でございます。いや、長かったですね、はい、ついに本日、はい、終了させていただきます。来ましたね、はい。ちなみにちくちゃん、はい、どうぞ。はい、もう登録の方も終わっております。なるほど。今日ナンバーをつけることができるというわけです。わあ、すごい、そこまで来たってことですね。いやー、感慨深いですよ、はい、そしたらですね、キクちゃん、はい、まずこちら、はい、シートを、はい、外していいですね、はい、はいはいはい、だいぶ来ましたね。いやー、ほんとですよ。はいはいはい、どうですか。来てるなね、えタンクもね、キクちゃんたちがいない間に取り付け終わりまして、はい、はい、アルフィンカバーもね、はい、ついて、だこのアルフィンカバーも、もう私ね、もうだいぶ昔から持ってるんで、ね、これがまあ多分まあ本物偽物って言ったらここら辺は分かんないんですけど、はい、めちゃくちゃ綺麗です、ね、うん、これもう全部オールペンス。このタンクと、はい、アルフィンカバーはもう業者さんにね、はいはい、塗ってもらって、はい、見てくださいやばいでしょ。で、もともとついてたタンクがキクちゃん、はい、あ、棚の上にあるんです、はい、ね、これ、はい、
ね、このヒロコの、はい、ね、ほら見本って書いてますよね、これ、はいはいはい、これを見本でこれ塗ってもらったんですよ、そうですね、塗装屋さんにね、ね、まあ、ノーマルカラーでと、そう、はい、塗ってもらったんですよ、はい、それで菊ちゃん、これを見て、はい、ちょっと足りない部分ないですか、エンブレム、はい、エンブレムはマジでメーカー欠品だし、はい、本当にないんですよ、あ、そうなんですね、はい、でね、はい、このエンブレムももう取ろうかななんか思ったんですよ、はい、まあ綺麗ですし、まあそうですね、まあ綺麗、もうちょっとね、そう綺麗なのはねちょっと欲しいんですけど、はい、まあまあちょっとでもこれからね、はい、外すのは、はい、まあ、ちょっと忍びないってことで、はい、実は私、はい、オーナーさんからもう一個タンクもらってるんですよ、あ、そうなんですか、はい、あ、これじゃないものはいもらってるんですよ、ちょっとこれちょっと戻します、はいはい、知らなかった、知らなかったですか、はい、じゃあ右手の方にあるの分かんないですか、右手の方、これっすか、これっすかこれ、え、すげえ、どうですかこの斬新な塗装、すごっ、いや、なんか昔の色合いって感じですね、 ね今この塗装しようとする人がいないでしょうけど、ね、だから、はい、まあ、このタンクはもう使わないんでとりあえず、はいはい、エンブレムを外してね、はい、こっから取ってと、はい、綺麗にして、まあ、取り付けようかと、はい、なるほど、思ってるわけでございます、はい、そしてね、ネジ山はねこれ多分イカれてるんですよ、まあ、ちょっと厳しそうです ね、だからここを、はい、ドリルで揉んで、はいはい、綺麗に取ると、はい、そういう感じでやらせていただこうと思っております、はい、それはミキちゃん、ちょっとどれぐらい綺麗になるかですね、これ多分塗るしかないでしょうね、黒を剥がされちゃってるんですよ、ああ、なるほど、はい、だからこれは綺麗にマスキングして、はい、もう一回塗ると、はあ、取りました、はい、そういう感じにしようと思っております、はい、取りました、そしたらミキちゃん、はい、これを、ま、持っていただいて、はい、もうね、これぐらい錆びてたら本当ですよ、もう絶対にネジ山が崩れるだけですから、そうです、あ、取れた、ね、これ貫通させてきたらタンク穴開いちゃうからさ、いやだってさ、今このタンクめちゃくちゃ高いんですよ、そうなんですか、うん、ベコベコでも本当に高いんですよ、あの雰囲気だよ、あのこっちは綺麗だね、あ、取れた、はいはいはい、これはちょっと今表面塗装とかされてたのを落として、あの元々のメッキをこう出してるというか、モンスターっていう、まあ、スチールウールっていうのかな、結構磨きには結構使う必要なアイテムの一つですけどね、どうですか、いや、かなり綺麗にはなってきました、ね、ちょっとこれって何なんだろうね、アルミ、何なんですかね、アルミにメッキかけてんのかな、かもしれないです、あ、でもほら、だいぶ、あ、ピカピカだね、そしたらこれは、はい、この後は、はい、マスキングして、はい、半ツヤで、はい、半ツヤの黒、はい、これで塗装していくという、地以外のところを塗ると、そう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 、はい、そうすると、まあ、ここでねテカテカだとちょっとやっぱかっこ悪いんでね、はい、やっぱ半ツヤです、ここら辺は、なるほど、ね、アルフィンカバーの時のマスキングはうまくいきましたけどね、そうですね、こういう文字がね難しいですから、ね、いや本当なんですよ、こんなこと、まあ、マジやらねえもんなむずからね、なぞるような感じでいいと思うよ、意外とスッて切れるから、ちょっとまずこれぐらいで切れてるかなっていう、うん、あれ切れ切ってないな、
ちゃん、はい、かれこれ40分ほど、はい、超真面目にやってますね、のっぽさん。いや、めちゃくちゃ難しいです、ね、いやこの菊ちゃんのね、はい、こういうのは菊ちゃんの性格にぴったりだと思ったんですけど、はい、菊ちゃんでもかなり手こずってますか。めちゃくちゃ大変です。そのなんかやっぱこう角度というか、はい、R の部分はもちろんですけど、はい、こうなってる、うん、ここでこう、あ、はいはいはい、こっちとこっちなんで、うんうん、もちろんここで切りたいんですけど、うん、ちょっとやっぱ頂点で切るの難しいじゃないですか。はい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 、なんとなくこう若干下気味とかなんか その辺を調整しながらやってますけど、あ、まあ多分仕上がっちゃったらもう全然わかんないんだと思うんだけどさ、菊ちゃん、はい、何が辛いってさ、はい、マスキングに1時間ぐらいかけて、はい、これ塗装は10秒で終わりますか。そうなんですよね。え、こっち菊ちゃん、はい、終わってるじゃないですか。はい、一応ですね、細かく見ないでください、はい、一応いいかなと。外で、はい、シャッシャッシャッと塗るのは塗装しましょう、数秒ですからね。塗るのは数秒ですから、はい、じゃあ行きましょうか。はい、なんすか、マフラー用、あのキャリパーとかもそうなんですけど、はい、めちゃめちゃ塗装の質感が良くて、へ、最近俺キャリパーとか、はい、エンブレム、そういうあの何パンティア系は、はい、全部この耐熱スプレーで見てる。へ、あ、耐熱のが出来上がり感がいいんですね。じゃあ仕上がりがいい、仕上がりよし、上がりがいい。だからこれも菊ちゃん後で見てみて、はい、真っ黒のツヤのない半ツヤってやつですね。そうなんですよ。はい、終わっちゃいましたね。あ、塗るのはもう一瞬、剥がすのもまたでも楽しいですよね。まあ大変ですからね。ナンバーをつけましょうか。はい、ね、これってさ、でもナンバー直付けすると、はい、ブルーン、ね、ああそうっすね、スポンジ、あ、なるほど、素晴らしい。じゃあこういうの好きでしょ。はい、俺もそういうの自分でやるタイプです。はい、してます。はい、よし、どうですか。はい、着きましたね。剥がしていきます。良さそうですね。いい？良さそうです。いい感じ。はい。これがね、1時間ぐらいかけてやったけどね、塗るのも剥がすのも一瞬ですよ。ああ、でも、あ、まあ合格でしょう、これがね。いや、かなり綺麗ですね。ね。最高。ね。これやっぱ塗って正解だな。ああ、大正解です。とうとうバブ完成か。スタートがやっぱすごかったんで。いやね、ほんと、とうとう来たなっていうね。感無量ですよ。ああ、どうですかこれ。最高ですね。うわうわ、綺麗に塗って大正解ですね。大正解。ああ、でさ、はい、ピカピカ、はい、ちょっとツヤが引けてる。そうですね、はい、すちょうどいい、ね、すごい。これちょっと黒いネジが良かったけどな、本当は。あ、確かにね。そしたらキクちゃん、はい、ちょっと外でエンジンかけます。うわ、楽しみ。ガソリンをちょうど引きます。